達がやってて、でそれで面白そうだなと思って、自然な形で見せたいっていうスタイルなので、あんまり派手じゃない、どちらかというと地味かもしれない着地の感じも気持ちいいですし、その面白いっていう、乗らないと分からないですね、なんか始めないとやっぱり伝えきれないです。できないトリックができるようになったりして、でそうするとめっちゃ嬉しくて、でなんかみんなもすげえすげえみたいに言ってくれて面白い。自分がやりたいでもできない、それをもうやり続けてできた時の気持ちよさ、ね、悔しくなるんですよ、あの技でこけたりとかできなかったりとかしたら、次ちょっと練習してあの技を決めたいな。一回入院したことあるんで、怪我して、その時もやめたらって言われました、親に。一回グリッチをしちゃって2週間ぐらいできなくなった時は、まあ、骨のとか折ったりもあったんで、なんか怪我してもなんか好きなんですよね、スケートボード。フリーダムじゃないですかね、どこでもどこでも遊べる。まだまだ目標はいっぱいあります。一生ですね、本当に死ぬまで。いつまで やれるのかなって思ってます。ただなんだろうな、マニアックなんだろうな、きっと日本人って。